はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはナンバーズエバユとかいうぶっ壊れカードをご存知でしょうか。これ新パックで登場したカードで、巷では噂になっているそのなんかロンゴミアントを1枚から特殊召喚できてゴミって言われてるんですけど、ナンバーズエバユどういうカードかっていうとね、エクストラデッキから、特殊召喚されたモンスターが相手のフィールドにのみに存在する場合に発動することができるっていうことで、まあ基本的には後攻から打っていくカードになります。でナンバーズを出せるんですけど、ナンバーズを出す条件としてナンバーズの数値がエクストラデッキからナンバーズエクシーズモンスター4体選んで出し素材にして、でそのナンバーズのなんか足し算をしてその同じ数値のやつ出すっていう、まあ今回はもう完全にクソゴミカスモンスターを出すのに特化してまして、このヒロイックチャンピオンロンゴミアントっていうモンスターのこのナンバーズ86になるようにモンスターが入ってます。ケインズデビル13+17+18+38、これで86になりますんで、これを全部エクストラデッキから重ねてロンゴミアント出してドヤ顔するっていうね。でロンゴミアント君の弱点はこれ相手のエンドフェーズに素材を1個取り除かないといけないから、結局4つ以上 の素材を維持するのが大変なんですよ。でここで活躍するのがまたこれがまた新パックで登場したこの、最強カード発見でね、これ発見で結構高校からも打てるので結構強かったりするんですけど、もちろん先行でうららとか言ってもいいし、高校でなんか例えば相手が出してるバロネスとか言ってもいいんだけど、これ何ができるかっていうと、カード名一つ宣言して、相手はこのターン宣言されたカードと元々のカード名が同じカードの効果発動できなくて、このデュエル中に自分は宣言したカードと同じカード名の効果発動できないんですよ。だからなんかね、永続効果で効果強いようなモンスターで、だからロンゴミアントとかって結局その素材の数によって縛り付ける効果なんだけど、素材を取り除く効果が発動しちゃうじゃないですか。この1番の効果は発動しなくてもよくなるんですよ、発見例で。他にもね、岩戸とかね、同じような感じで、こいつエンドフェーズに手札に戻るけどモンスター効果無効にするっていう効果があって、これを発見例で言うと岩戸の効果は有効だけど、なんか永遠にその岩戸は縛り続けるみたいなこともできるんで、結構ね、こういうギミックと相性が良くて、まあ、今回はこのロンゴミアントぶっ立てて、で、発禁令して、ロンゴミアントの素材が取り除かれない、まあ、なんか地獄みたいなモンスターの、を使って、ビートするっていう、まあ、ゴミビート、まあ、通称、ファッキンロンゴミ、うん、ファッキンロンゴミにかかってるんだけど、これをちょっと使っていこうかなというふうに思ってます。で、このカードを発動してしまうと、こいつで出したモンスターがいる限り、自分はナンバーズエクシーズモンスターしか特殊召喚できないっていう効果あるんで、まあ、特殊召喚しないデッキが一番相性いいんですよ。ということで、今回は、まあ、外長軍団に力借りまして、こいつらもう特殊召喚とか関係ないから、もう召喚しかしないから、なので、相手のモンスターは完全に、ロンゴミで背負っていって、まあ、背負っているっていうか制圧していって、で、自分だけ、取り使うっていう、まあ、こういうギミックですね。で、ちなみになんですけども、高校取るデッキなんですよ。ナンバーズエバイユなんで。なので、まあ、一応ね、名誉結界派とか、一滴とか入ってまして、一応、ちゃんと不安ダレージで動けるようにもしてます。はい。旅自宅も入ってるんで、もちろん。なんで、限りなく、不安ダレーズデッキに見せかけた、ナンバーズエバユデッキだと思っていただければいいかなと、思いますんで、もう最悪なんかこのナンバーズエバユとファッキンレイが揃わんかった場合は、ゾロソースとか使っても、揃わんかった場合は、不安ダレーズで頑張って戦いましょう。まあ、十分こいつらも強いんでね、普通に不快なんで、ロビーナ召喚するだけでサレンダーされるレベルなんで、割と強いデッキに仕上がったんじゃないかなと、いうふうに思ってますが、早速ね、このファッキンロングデッキ、分回していきましょう、デュエル。スタンバイ。不安ダリーズなのに高校取ってるのこれやばいよな、結構意味不明すぎるもんなマジで意味が不明すぎる。相手絶対ヌメロン警戒してるもんな。ヒロロー、オーケー。シャドウミスト特殊やばい。ダークロの構えじゃんこれ。いやまだ無限保養早いか。別にいいや、ファッキンロンゴミできるし、ファッキンロンゴミできるからファッキンロンゴミに全てを託そう。これはデスペアの陶器アラベル、あーはいはい、楽園ヒーローってやつか。なるほどね、あれですね、リンクモンスターを捨てた代わりに楽園融合を入れて楽園のモンスターが出るように組んである、ヒーローデッキですね。
ディアを落とすの強いね。なるほど。ここでシャドウミストを落としたらもできるんだもんね、このデッキ。でルベリオン OK。 でルベリオン効果、これあれか、レベル8以上だからデスペニカも出んのかな。これここ無限包容打ったら止まるかな。これちょっと一応打ってみるか。無限包容発動、ルベリオンを対象に取りルベリオンの効果を無効にしていく。これでルベリオンの通っていただけた。あ、 OK OK OK。 ルベリオン効果無効で3000の横の壁が出てきただけ。 OK セット。あ、止まってそう。マスク1枚だね。マスク1枚 OK OK。 ファッキンロングにはできるぞ合金か、先に合金は発動した方がいいですね。リンフェーズ1開始時、あ、でもこれ打ったらあれか、マスクされてダークローされるか。さっきエヴァイユか、ちょエヴァイユぶち込んでいくしかねえ。ナンバーズエヴァイユの効果を発動。ナンバーズエヴァイユの効果によりマスクチェンジ OK。 ナンバーズエヴァイユの効果によりエクストラデッキからナンバーズモンスターを特殊召喚して、そのナンバーズの足し算でナンバーズを出すで、謎の効果1枚で激ヤバモンスターが出せるこの最強効果ね。でマスクとヒーローダークロー来た。でケインズデビル、リバイスドラゴン、プレインコート、タイタインギャラクシー、この謎の4種類のモンスターを重ねてオーバーレイエクシエンス召喚。現れよナンバーズ86ヒロイックチャンピオンロッゴミアット。うわー出たー、ゴミカード来たー。くそ、ゴミカスカード来た。オネシネオス OK。まあ、こいつは戦闘では破壊されますの でとりあえずファッキン打ってファッキンレイを発動。これで僕は、ロンゴミと選択することによって、これでエンドフェーズになんか素材を取り除くっていう効果が発動しなくてもよくなります。はい、最強脳死バトルで一回ダークの芝くわ。ちょ、お前邪魔だ、お前どけ。お前いるとなんかハンデ食らうんだよな。ちょ、どけお前。さあどうする、オネスティネオス投げるか。ああ、まあ投げるしかないわな。オネスティネオスで打点が2500アップする。まあそれはいいだろう。まあそれ全く問題ない、大丈夫だ。ヒロイックチャンピオンロンゴミアントは戦闘では破壊されない。まあダメージは食らうけどな。いった、よくもやってくれたなてめえ。お前あれだからな、モンスター召喚特殊召喚できねえからな。ちなみにロンゴミアント君は何の効果も受けないからよろしくな。はいよし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 、いいぞ。ゴミカス戦術決まってるぞ。はい守備、はい守備、逃げるのか、逃げるのか卑怯者逃げるのか卑怯者。このロンヒロイクチャンピオンロンゴミアント様の前に手も足も出ないってか。とりあえずぶん殴るぜ。ちょっとダークローマジでめんどくさいからちょっと一回ぶん殴って考えよう。はい、どうしますか、なんかあります。なんもないね、オッケー、なんもない、オッケー。で、ここでメイン2入る。まあ、こっからは一応、フアンダリーズ旅自宅の効果発動しますか。手札からイグルも除外して、ロビーナ持ってくるやつ。さあ、なんかありますかと。うららあったら投げてください。で、これ地図持ってこれんのか。これ地図持ってくるの強いな。これ地図でいいや。まあ、今ね、フアンダリーズ、ランク1に大増殖中だから、結構、謎の地図発動しただけでサレンダーされるの結構あるから、今フアンダリーズ使い毒かもしんないよ。ああ、フアンダリーズは使い毒かもしれない。マジで。フアンダリーズ嫌いって言ってる方結構なんか見かけるんですけど、マジでね、そういう人に言いたい。使う側に回るといいよ。そういう時は。嫌いな気があるんだったら、マジで、使う側に回るといい。ちなみに、僕もフアンダリーズ使われるのは、嫌い、大嫌いです。ただ、使うのめっちゃ好きなんですよね。これが遊戯王なんで。俺が使うのはめちゃくちゃ楽しいけど、人に使われるとクッソキショイっていう。まあ、それが、やっぱフアンダリーズのデッキのいいところだと思ってるんで、僕はね。なんでね、マジでね、毛嫌いしてる人がいたらね、ぜひね、自分で使う方に回るといいですよ。僕はそっちを選択しました。嫌なデッキ、相手が嫌なデッキは自分で使ってこそ進化を発揮する。そう、これが遊戯王、これが昭和系実況者による結論だ。まあこれは結果以上からか持ってきとくか。ほら
で、エンペンを召喚していくぜ。ロンゴミアント、パイセンで相手の展開を完全に封殺して、エンペン組んでさらに蓋をしていく。ゴー。そして、エンペン組の効果発動。マジックトラップカードを持ってくるぜ。一滴何、まあ、ロンゴミアント君はイーサランの効果もいけないから別にエンペンの効果が無効になるくらいはどうでもいいわ。そんなことはマジでどうでもいい。ご自由にどうぞ。まあこのモンスターが突破できるものはしてみやがれバカタレが。結果いつ私も殴られただけだからあんまいいね。エンド。さあそろそろ合金打ちたいですね。次のターンくらいに。相手もちなみにこれ何もできないはずなんですよね。基本的にもうなんかモンスター召喚特殊召喚できない時点でヒーローってマッチを積んでますから基本的には。でやっと合金打てる。ダークロークいなくなってくれたからなんか知んないけどいなくなってくれたから合金打って2枚ドローしてで裏ら打たれる。まあそこまでは様式日、ここまでは様式日。オッケー。裏らガメイさんかな、今さっき引いたんかな。まあどっちでもいいや。どっちでもいいですわ。フアンダリーズの謎の地図の効果発動するぜ。フアンダリーズイーグルンを相手に見せつけながらストーリーを除外していく。で、イーグルン召喚。さあここからはただの蹂躙が始まります。ロンゴミアントで蓋をしてフアンダリーズで展開するとかいう世界一不快なデッキ。これマジで世界一不快と言っても過言ではない。マジで。ちなみにエヴァイユで出したナンバーズがいるともう本当はエクストラデッキからナンバーズしか出せないっていう縛りがあるんですけど、マジでこのデッキナンバーズとかそもそも特殊色しちゃうじゃないですか。もう関係ないっていうね。うん、エヴァイユのデメリット一切関係ないっていう。はい。はいゴミ、はいゴミゲー。まあ俺にとっては神ゲー。シークレットパスフレーズ。オッケー。イビルツインなんか最近見ねえな。息してんのかな。あいつらなんかトラブルサニーとかいうさ最強モンスター来てイビルツイン使う、うおやったって言ってたじゃないですか。なんかマジで見なくなりましたね。なんか今期マジで一回もなってないかもしれないな。初めてかもしれない。リーダーオッケー、オッケーオッケーオッケー。もう展開は全然いいよ。エクストラからモンスター出してくれると逆にありがてえよ。逆に、はい。でリーダーキスキル、オッケー。リーダーキスキル、キスキル、オッケー。キスキルリーダーもイラストアートの塊だし、あとリーダーのさなんか新規モンスターが OCG では実装するされるの決定しましてね。なんかイラストがあまりにもなんかオタクを殺しに来てると言われているスーパー HH イラストが、 HH イラストイリーダちゃんがね追加されるらしいんですよ。これマジで楽しみですね。はい、あれは売れるぞ。あれのプリズマティックシークレットレア多分なんか5万ぐらいするんじゃねえか多分。値段的に予想多分5万するわ。このリーダーのなんか新しいやつな。トラブルさんに来た。いやこれ打点高いのめんどくせえんだよな。打点高いからトラブルサニーはなんとかロンゴミアントの横壁でなんか耐えてからフアンダリーズで処理しかないですね。ライザーとかで、一旦ナンバーズエヴァイをぶちかましますか。神戦とか入ってるかもしんねえもんな。これでもこれ発動しといて、あー何もない。これなんかあるね、なんかあるね、あーなんかあるね。一回フアンダリーズ見せて召喚するとダメだよな。でも召喚すると効果使っちゃうとダメだから、いやもうエヴァイ打つしかないか。エヴァイ打つしかない。エヴァイ GO。神戦だけ本当にやめてください。神戦以外は何でもいいです。あ、オッケー。ケインズデビル、リバイスドラゴン、プレインコート、タイタニックギャラクシー。この3体、さあ、では問題です。この4体のモンスターのナンバーズを足すと、いくつになりますか？答えは、ドルル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 そして、ファッキンレイを発動。ファッキンレイの効果により、ローンゴミと打って、で、ロンゴミ君のエンドフェーズに素材届くという効果を発動しないようにする。はい。で、もう、どうせ召喚できん、効果発動してできないから、一応セットして、まあ、これで、ロンゴミでドヤ顔して耐えて、ね、不安なレイズの展開投手に行きましょう。まあ、こちらにトラブルサニーの効果使っても特殊ができないんでね。まあ、これは意味がないというところですね。はい。まあ、3000の壁で耐えていきましょう。まず一旦。ゴミ戦術だな。
やばい、これ魔法カード1枚から出してるのおかしいと思うんだよね、絶対に。これ許されていい展開じゃねえって、このクソモンスター、絶対。絶対あかん。テラフォーミングめっちゃかぶるやん、タンゾロ地図。そんなに地図いらないんだけど、もう今スマホあるし、調べられるから普通に、Google で。で、そんなもんいいのが、今さら地図とかいらん。まあ一応、地図発動して、イーグルに除外して、なんか持ってくるか。まあ、ロビーナだな。で、ロビーナ除外して、イーグルに出して、はい。イーグルに効果発動。あ、もう痛い、そのなんか、その謎のダメージ痛えな。で、イーグルに効果、ロビーナ効果。さあ、どうしますか。あ、法要、あ、強いね。それ強いな。それ強くねえかな。なるほど。確かに無限包容めちゃくちゃ辛いというね話ですからね、フランダリーズは。まあ、あの根本的解決には何一つなってないんで、これあのドヤ顔でイグルン棒出しエンドしても全然なんとかなるわ、多分。全然なんとかなる。まあ、殴られて打点的にはまあ結構にすごいダメージから、うわ2枚やば、これなんかバンダメージ死ぬ俺、大丈夫、やばいことが起きていく。でカード1枚サーチするのはどうでもいいが、マジでそのモンスターは腐らせていく。メインフェーズ終了前、夢の街発動しに行くか。夢の街発動、ロビーナ召喚、いったで、ロビーナ効果発動。イーグルン。なんもなさそうですね。法要ないんですか？甘いですね。イーグルン召喚。イーグルン効果発動。痛い。マジで痛い。やばい。死ぬ。で、烈風艇ライザーを手札に加えて、烈風艇ライザーを召喚。これ、俺のターンみたいな感じで動いてますけど、これ、空いてたんです、今。で、イーグルンと、ロビーナをリリースしてアドバンス召喚、現れよ烈風艇ライザー。そして烈風艇ライザーの効果発動、君のイービルツインズトラブルサニー君は戻っていただいて、お帰りいただいてもよろしいでしょうか。烈風艇ライザーも一応戻しておきましょう、もう一回出せるようにね。まあ焦ることはない、ゆっくり行こうじゃないか、ゆっくり行こうぜ、ゆっくりな。ゴミ戦術だな、ゴミだなこれ、マジゴミだな。ロビーナ回収で、ライザー戻ってきて、はい、トラブル3人亡くなりました。さあどうしますか。召喚特殊召喚できません、あなたは。そしてロンゴミアント君は何の効果も受けません。そして素材を取り除く効果は完全に無効になっています。さあどうしますか。おっと、そんなゴミカス展開しているようでは私には勝てませんよ。ルワンダリーと謎の地図の効果を発動しているぜ。ああ、まあこうなるよね。やべえ、普通のフワンダリーズだ。これアルティメット普通フワンダリーズムーブ決めるわ、これラビキャント、オッケー。まあフワンダリーズで勝つシーンも1個くらいは入れといた方がいいかな、さすがに。まあ新規フワンダリーズというの動画に限りなく見せかけたロンゴミデッキなので、新規フワンダリーズつえーっていう動きに見せかけた、限りなく近づけたあのゴミデッキなのでね、やべ、ゼンマイムーブやべ、なんかアルティメットソルティア始まりそうじゃん、これなんかあるらしいね、ゼンマイ使うとなんかあのなんだっけ、原初の種ループとかもなんか手札1枚からいける、あ2枚か、一応あの手札2枚ぐらいからいけるらしいねっていう話聞いたけど、俺すげえ展開力だな、おい。ガスタの追い風。なるほど。で、風捨てて、ガスタの追い風持ってこれるやつな。あー、なるほど。魔法カード確保ね。ってことは、なんか、これ、後々あれだな。さては、あいつだな。なんだっけ、サモンプリーストかなんか蘇生されるこれ。はい。で、4体。で、エクシーズ、ダラン・ベルシアン来た。で、ダランでこれ何サーチ？いや、クソデッキの匂いプンプンするんで、割と楽しみではありますね、これ。え？四季紅葉。いや、わからん、やば。これ装備カードが装備されると1000ライフ回復して、
でフィールドが離れると1000ダメージっていう効果ですね。やばい、なんかその謎の四季紅葉とかいう意味不明なカードサーチされたぞ。これ何が起きんだ。セレーネ、なるほど。メカファルコン、メカファルコン、ギアギガントクロス、なるほど、なるほど、はい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 。でギアギガントクロスでフリントロック誰だっけこれ。フリントをこのカードに装備できて、で装備しているフリント1枚とフィールドの表が表示モンスター対象にとってフリントを選択したモンスター装備する。でこのカードが装備されているフリント1枚まで、なるほどね。あーあれか、なんかフリントを装備してなんかフリントロックで装備移動できるみたいなギミックあったな。はい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 。で時知らずのデュガレスも出てくる。で自分の墓地からモンスター1体を守備表示で特殊召喚できる。はあ、なるほど。でフリント出てくると、なるほどね。でドゥローレンでフィールドのも、カードをバウンスできる。なるほど、はいはい、なるほどですね。これ場を開けた感じですか。スモースピリット陽光というのは流血の魔術師、なるほど。で四季紅葉発動、なるほど。でビッグバンガールフリント、ビッグバンガールフリント、フリントロックフリント、はい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 。で1000ライフ回復500番。あこれあれだな、俺昔なんか俺デュエルリンクスでやったことあるわこれ。フリントロック無限ループってやつですねこれこれ出た、この最強コンボ。これビッグバンガールを召喚して四季紅葉でフリントロック永遠にそのフリント使えると、なんか永遠に1000ライフ回復して相手に500万をかませるっていう、なんかクソヤバい無限ループあるんですよ。出たこの最強コンボ、いったいた懐かしいな、このコンボ。えあ、なしてんのお前、タイムアウト、タイムアウトあ、300秒になったから、これクソレッカー全員死んでんじゃん。